今回はコンプソグナプスについて解説していきます。とても小さい恐竜だな。生息地域はどこなんだ？コンプソグナプス派、中生代ジュラ紀後期、ヨーロッパに生息した小型肉食恐竜である。大きさはどのくらいなんだ？体長70から140センチメートル。フランスの個体は125センチメートルあったとされる。ミクロラプトルなどが発見されるまでは長い間世界最小の恐竜であった。発見当初から始祖鳥との形態類似が指摘されていた。現在ではシノサウロプテリクスと最も近縁であり、また羽毛に覆われていたと考えられる。コンプソグナプスの特徴は？コンプソグナプスの体はほっそりとしていたと推測されているため、軽い体を活かして素早い動きを特徴としていたと思われますが、華奢で小さいながらも手や足の力は強く、獲物を手で捕らえることもあったとされています。また、口の中には小さいが鋭い歯が無数に並んでおり、小型の獲物の肉を食いちぎるのには十分な能力があったようで化石の腹部に獲物となったトカゲの骨格が残っているものも発見されています。コンプソグナプスは古代の鳥として広く知られている始祖鳥と同時代、同じ場所に生きていたことがドイツの採石場で化石が見つかったことにより証明されていることからコンプソグナプスも始祖鳥と同様に羽毛で体が覆われていた可能性も指摘されていますが、今のところ、そのような形跡は見つかっておらず、現在のトカゲのような姿であったとする説が有力です。いかがだったでしょうか？他にも様々な動画を出していますので見ていただければと思います。それではまた。